アケロースは第二次世界大戦時に使用されたアメリカ海軍の揚陸艇修理艦である。艦名はギリシア神話の神、アケロースから取られた。アケロースは1942年8月15日にアメリカペンシルバニア州ピッツバーグのドラボコーポレーションによって LST-10 として寄港された。11月25日にドラボコーポレーションの チーフエンジニアの妻であるジョージ・エフ・ウルフ夫人の講演のもと浸水した。1943年1月13日、正式にアケロースと解消され、アルルマイナス10となった。1943年4月2日、アメリカ・ボルチモアで臨時指令、BN ワード海軍大佐のカーメリカ海軍に収益した。その後、ウォルター・リンジーズ海軍隊員に指揮は引き継がれた。 アケロースは1943年4月22日から4月28日まで供給品を受け取るためジェサピーク湾に停泊した。北アフリカに向かう第28五総船団と共に湾を離れたアケロースは途中5月2日から5月9日までバミューダ諸島に滞在し5月26日にアルジェリアのオランへ到着した。6月1日にチュニジアのビゼルトに移り 7月14日まで、揚陸艇に様々な整備を施した。ハスキー作戦の支援をしたアケロースは、7月15日から8月4日まで、揚陸艇の修理のためエリカータに滞在した。8月15日にビゼルトへと戻ったアケロースは、翌3日間2回にわたって、ドイツの空襲にあった。その際、アケロースの艦載砲は2機のドイツ軍機を撃墜している。9月中旬。 イタリアパレルモに一週間立ち寄った。10月16日に5層船団アグスマイナス19と共に航行し、23日にエジプトポートサイドを経由して25日にはスウェズ運河を通過、そのままエリトリアのマッサワへ向かった。10月31日に到着したアケロースは、マッサワにあるイギリスの浮き、艦選挙に入った。11月4日に選挙を離れたアケロースは、 インドへと向かった。12月上旬にカルカッタへ到着したアケロースは CBI 戦線に従事した。1944年前半にインドを出発したアケロースは地中海へ向かった。7月、揚陸艇修理艦はフランス南海岸侵攻に備えた。8月中旬にはフランスの沖合に停泊し、作戦に従事する揚陸艇のための ポンツーン型艦船の準備に当たった。1944年は大部分が地中海での作戦行動に当てられている。しかし後半には再び太平洋へと活動域が戻り、ジブラルタル海峡やパナマ運河などを経営することになった。1945年3月7日にパナマ運河を通過し、4月24日にエニウェトク艦渉へ到着した。 アケロースは沖縄振興の援助を命じられ、これがこの間にとって第二次世界大戦最後の戦いとなった。戦争終結後に西海岸へ帰還1947年1月に退役した。退役後は合衆国海軍予備艦艦隊に所属したが1973年6月1日にアメリカ海軍から除籍され1974年1月21日に 香港の企業へスクラップとして売却された。第二次世界大戦時の功績を称え、従軍聖書2個が送られた。ありがとうございます。